2019年夏、俺は大きな発表をした。たった一つ、ゼップダイバーシティってところで、登録見ながらワンマンライブやります。今までとは桁違いの挑戦、日本最大級のライブハウス、ゼップダイバーシティでのワンマンライブ。新型コロナウイルス緊急事態宣言を可能にする。めちゃくちゃ悔しいんですけれど、7月の27日に延期させていただくことにしました。ここでたじろぐわけにはいかない。俺は腹を決め歌った。その7月27日も、まあ結論から言うと再延期ということにさせていただきました。すいません。これ今は日程が決まってない状況です。絶対負けねえ。正直めちゃくちゃ悔しかったですけど、今はもうめちゃくちゃ前向いてるんで、俺は絶対諦めないですから。新しく日程だったのを見とって、次は3度目の正直ってことになるわけですよ。ドラマチックじゃないですか。最高のステージ作って待ってますんで、今は日程決まってないんですけど、どうか一緒に走ってください。お願いします。頑張れ。大貫永春です。二度の延期に追い込まれ、それでも掴んだこのチャンス。そもそもただでさえ賞賛のある挑戦じゃないけれど、絶対届かないってわけじゃない。今一度ここからが本当の勝負です。より強くなった思いで、もっと自分強くして、3度目の正直、最高のライブにしてみせます。ありったけの情熱と愛で、生きててよかったって思ってもらえるような夜に必ずしてみせます。4月14日、絶対に来てください。よろしくお願いします。